皆さんこんにちは、西根ルアーワークスの西根です。今日はねこのルアーについて話をしてみようかなと思います。西根ナマズ5インチ、このねナマズちゃんがついに完成しました。はい、これがね西根ナマズ5インチになります。スペックから言いますと全長が 125mm、 5インチです。で重さが、15g、かなりね重たい設定になってます。はい、マテリアルなんですけれども、これね塩がねすごいがっつり入ってます。で、ね、今 15g 自重があるんですけれども、かなり高比重設定になってます。で通常の場合なんですけれども、塩をねたくさん入れれば入れるほどプラスチックって硬くなるんですよ。これ結構勘違いされていることなんですけど、塩を入れれば入れるほど柔らかくなるって勘違いされている方がいるんですけども、本当は逆で塩を入れれば入れるほどプラスチックって硬くなります。でもろくもなります。でそれをその動きの面ではやっぱり柔らかさも必要なんで、柔らかさを維持しつつもたくさん塩を入れるっていうね、そこをねこの1年ぐらいかけてベストセッティングを探していった感じです。でかなり柔らかいんですけれども重たいと、そういうような設定になってます。使用するときなんですけれども、僕はね主にこの4種類のリグで使うことが多いです。で、ね、まず、ね、右から説明すると、これオフセットフック仕様、これ、ね、30か40ぐらい の, オフセットを使ってノーシンカーで使う感じです。これね本当にこう使うときはもう投げて沈めてボトムに置いといて、トイッチしてこう跳ねさせて沈めて、トイッチして跳ねさせて沈めてっていう、まあ一般的な高比重スティックベイトみたいな使い方をします。でね、これが僕よくやる方法なんですけども、ちょっと見えますかね、スナップがついてるんですよ。スナップに重りをつけて簡易ジカリグみたいな感じでこう使うという感じですね。でこれやると、まあ、こう沈めるときはこうグライドしながらこう沈んでいって、ボトムにこう、ね、ボトムについて、でここでホップこうちょんちょんって動かすと、こういう感じでボトムを本当にこうナマズとかヨシノボリなんかのとかハゼみたいなのがこうそこそこツッツッって動くようなすごいリアルな動きをします。であと深さによってこの重りを重くしたり軽くしたりっていうような感じです。であとねこれウェイテッドフックなんですけれども、これ友人の越岡さんっていう人に教えてもらったんですけれども、この設定で使うと、ね、すごい面白い動きをするんですよね。これ投げて沈める時にこのナマズくんがこう泳ぎながらこうロールしながら、シミーフォールって言うんですけど、ロールしながらこう沈んでいってボトムに落ちると、でボトムでまた引っ張るとこうツッてこんな感じで魚が動くような動きをすることができます。でまたこうカバー、例えばこの枝を乗り越えて落ちるときにこうシミーフォールをしながらこう落ちていくみたいな、すごい魚チックな動きをします。であとねこれすごい太軸のワイドギャップのワッキーフックなんですけども、この位置に刺して使うことがあります。これね通常のネコリグだったらこの辺、このボディの真ん中につけて使うと、こう引っ張るとこれがワームがこうやってグニャグニャグニャってなりながら来るのが普通だと思うんですけれども、この位置につけることによって、これがねグニャグニャじゃなくって、こうボトムにこう沈めてこうなった状態でこうワントイッチしてやると、これがねずっとね横にね軽くジャンプするんですよ。ピョンって、でこのピョンってジャンプした瞬間にバクって食ってくるような感じのバイトが非常に多いです。これその狭い範囲内で何回もこう丁寧にこうアクションをつけてこうピクッピクッて泳がせられるんで、例えばボートドッグとかなんかカバー周りとか、そういうねすごい丁寧に探りたい時にこういうリグにして使うことが多いです。でね、これもう一つ言うと、この引っ張る時にこう
こっちに引っ張られるんです。こう置いてあった落ちてるやつがこう引っ張られるんですけど、その時にこのお腹のこの面で水を押すんですよ。これがすごいワイドになってるんで、ここでねすごいたくさん水を動かしてます。これちっちゃいそのバケツとか水が少ないところで動かすとすごいよく分かりやすいんですけども、バケツとかで動かすとボワンともうバケツの中がこうすごい水がね湧き立つぐらい強い力で水を押すことができます。こんな感じで脳シンカーで使っていただくときなんですけれども、これ重量があるのとすごいこのフラット面が大きいんで、ものすごくスキッピングしやすいです。かなり長距離からスキッピングで水面滑らせることができますんで、例えばそのボートドックとかオーバーハングの木の下とかそういうところにも打ち込んでもらいやすいと思います。はい、こういうオフセット系の針を使う場合なんですけれども、ここにね見えますかね、お腹に西根っていうロゴが入ってるんですよ。なんで針を刺すときはこのロゴをちょっと目安にしてもらったら刺してもらいやすいかなと思います。こうだいたい刺さる位置を見といて、西根のロゴに目印にしてもらったところにグサッと針を刺してください。でこのちょっと背中をねちょっと今針抜けちゃってるんですけども、ちょっと片手だとやりづらいんですけども、このちょっと針先をまた薄皮1枚こうかけとくような感じでやっておくと腹筋グリスもいいですし、カバーもそこそこ抜けてきます。このルアーを作ったきっかけなんですけれども、もうねこれは単刀直入にバスって実はナマズの稚魚を食べてるんじゃないかというふうに思いついたのがきっかけになってます。考えてみてもらうと想像しやすいかもしれないんですけれども、バスとナマズって割と近いところに住んでると思うんですよ。
でその中でそのナマズの稚魚ってまず基本的に早く泳げないで、鱗、硬い鱗もなければトゲもない、まあ、アメリカンキャットフィッシュはちっちゃいトゲありますけど、あのそんな大したトゲもない、ね、あのサンフィッシュみたいなトゲないですよね。で毒もない、でさらに高タンパク質、人間が食べても美味しい魚なんで、もうバスが食わないはずないんじゃないかなと思って、あの思いついて作ったのがナマズちゃんです。こんな感じの顔に、ね、こんな感じです。はい、でね、このルアーを使ってあのプロトができて初めて使った時にもう僕すごいびっくりしたんですけど、あの、ね、なんかバスがねすごい食ってくる、バスがすごい本気で食ってくるのにびっくりしました。ね、あのバイトがあってからそのバスが、ね、離さない、だからチョン食いっていうのがあんまりないんですよね。もうとにかく食べてきたら、あの食ってきたらもう絶対逃がさないぞと、もうこれが食ってきてそのまま本当に何秒かかけてこうちゃんと飲み込んでいくっていうようなバイトがすごく多くて、でしかも釣れるサイズがね結構いいんですね、魚の、うん、これちょっとねびっくりしましたね。なんでそんなこともあるんで、このナマズちゃんであのバイトが出た場合はちょっと待ってください。あのちょんでコンってきた瞬間にパーンって合わせるとだいたい食い切れてない時が多いんで、だいたい3秒とか、まあ、長くて5秒ぐらい1回待ってもらってしっかり食い込ませてから、あの糸桶を取ってガツッと合わせてください。そうすることによってあのキャッチ率が上がると思います。ナマズちゃんです。おお、こうやってったちゃんです。はい、ミシネナマズのパッケージはこんな感じになります。ミシネナマズ、ミシネナマズっていうと、まあ、ルアーの名前だと思うんですけど、ニシネナマズっていうとなんか人の名前みたいになっちゃいますね、まあ、どうでもいい話なんですけど、ナマズっていうね、でっかい漢字で書いてありますんで、あのお店のナマズって見たらちょっとパッケージを手に取ってみてください。で、ね、カラーはグリーンパンプキンとブラック&ブルーフレークの王道の2色しか、まだ作ってません。とりあえずこの2色あれば大概の場面で使えると思うのでこれ試してみてもらえればと思います。このシネナマズ、かなりね僕テストで2年ぐらい前からテストしてて、よくね僕のソーシャルメディアでプロトソフトウェイト5インチっていう記述を見られた方も多いと思うんですけれども、それはね全てこのルアーになります。かなりね僕ビッグイッシュ釣ってますんで、ぜひちょっとね日本でも試してみていただければと思いますね。ほんとナマズなんですけど、もう場合によってはハゼにもなるしヨシノボリにもなるし、こんなでかいヨシノボリいないかな、まあほんとカマツカとかね、本当に普通のペットフィッシュになりますんで、いろんな場面でちょっと想像を膨らませながら使ってみていただけたらなと思います。まずちゃんです。ビッグフィッシュに食わしてやってください。それでは。